急安心情報を設定する方法をご説明します。救急安心情報をあらかじめ入力しておくと、緊急時の応急処置やご家族への連絡などに役立つことができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面から基本機能、電話帳をタップします。画面右上の設定アイコンをタップします。救急安心情報をタップします。画面右上のペンアイコンをタップします。私の情報が選択されていることを確認します。ここから自分の情報を入力することができます。緊急連絡先タブを選択すると、連絡先を追加することができます。続いて、緊急時に第三者が救急安心情報を確認する方法をご説明します。電源ボタンを押して画面を上にスライドします。緊急通報救急安心情報をタップします。画面上部の救急安心情報をタップします。ここから情報を確認することができます。